ヘイ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 、1月の23日日曜日14時10分です。皆さん、ちょっと時間が来ましたけど、お久しぶりです。はい、ちょっと久しぶりにですね、途中経過をね話していこうと思います。この例の話ですね。あとそれとビットコインと XDC とニュースを、ご紹介してちょっと終わりにしたいと思うので、よろしくお願いします。はい、それではビットコインですが、ずっと横展開が続いてますね。マックD、一応下向きですね。ストーキアスがね、まあ結構、強いっていうか、限界っていうか、もう下げれないだろうっていうぐらい、長い時間停滞してるね。これ以上行かないのに行こうとしているけど、ね、行けれないから停滞してるって感じです。ね。ということは、ここからね、ちょっと上に向かうのかなっていう期待が持てますよね。はい。ということで、まずはですね、ビットコインですが、私、皆さんにね、ちょっとエリオットハート勉強しますねとね、お伝えしてから、まあ何週間か経ちましたけど、ね、ちょっと複雑すぎるので、これはもう、毎日ね、確認と、なんていうの？まあ勉強していくしかないですねっていう話はしたことあると思いますが、そのね、エリオット波動が、まあ、これ後付けになりますね。まあ、少しね、説明できるようになったので、ちょっとその後、ここら辺もね、話していきたいと思いますね。はい。ちょっとこれ消しましょう。マックリとストキャス消して、はい。今までですね、修正波っていうね、要するにこう、下りのね、波をね、勉強してたんですけど、これだけじゃダメだなっていうことで、まあ、このね、上昇の方の波、まあ、推進波っていうんですが、まあ、そちらの方もね、少し、ちょっと勉強し始めました。ということからですね、まあ、今分かってもしょうがないんですけど、ね、まあ、いつか役に立つと思います、皆さん。ね。はい。上昇のね、推進波の場合は、数字で表現していきます。基本的にはね。1,2,3 とか、そういう感じですね。1,2,3,4,5 ですね。だから、ビットコインのこの上昇については、1,2,3,4,5 で、ここで終わりです。推進波。ね。それかですね、まあ、ここが1なんですね。1,2,3,4,5 で終わっていて、ここで、なんていうのかな。まあ、調整が入ってるわけです。で、ここがまた1になってるわけです。ね。まあ、どっちかなんですね。ちょっと見てみましょうか。こっち、作ってあるんで。はい、こちらですね。もう一つのパターン。ここが1、2ですね。で、3が来て、修正 ABC が入ります。ね。で、ABC が終わった後は、また、最後の5。ハメを作るわけですが、5ハメを作った後は修正が入ります。修正の仕方は ABCDE ですね。この場合はね。ABC の時もありますし、ABCDE の時もありますし、ね。形によって違います。ね。はい。ということで、これがもし E で終わって、修正が終わっている場合は、ここが1になりますね、皆さん。ビットコインは。ということで、これが1の場合はですね、この後、もし、これが合ってればですよ。ね。1が来て、2が来て、で、3がね、これかなり上まで上がります。皆さん。3が。基本的には、3波はどこまで上がるのかというと、まあ、この、ここら辺かな。ここら辺。まで、上がる要素はあります。全然ある。普通に。普通に上がってここら辺です。皆さん。ね。で、また修正が入ります。ね。4波。で、4波がですね、まあ大体、ね、まあ 50% 戻すとか、そんな感じになるんですけど、38.2 とかね、038.2 か、ね。そうなってくると、まあ、この斜めのラインのあたりがちょうどそうだよね、っていう感じになってくるんですね。っていうことから、まあもしかしたらですね、ビットコイン、ね。このカウントが合ってればですけど、ね、1で2で、ね、下げていきます。2の下げる場所がですね、まあ、ここら辺まで行く可能性があります、皆さん。ね、ここら辺まで。38.2から61.8、
かな、うん、あ0382かから0618か、ね、まで、うん、フィボナッチを当てれば、うん、あの分かると思います。ここからここまで、ね、そうすると下げるのが、まあ、大体そこら辺で、終わってから、うん、4ですね、うん、じゃねえや1,2,3 だね、うん、で3がここまでいくぞ、ね、うん、4,5 みたいな感じですね、また、うん、でまあその間に修正がね、あの入りながら、まあ、5でまた終わるっていう、うん、そういう波になりますね、これが合ってればね、うん、それともう一つはあの今説明した通りなんですけど、最初に説明した、こっちですね、うん、はい、こちらですけどね、うん、1,2,3 ね、3は、うん、ここ3がここでね、うん、4そして5です今、ね、5の後はですねもうありません、うん、ありませんというか終戦に入ります、ね、5が終わればだからこれは今ね、うん、5がもう終わるんじゃないのっていうようなね、うん、感じだと思うんですよね。5が終わる。そうだね。5、うん、5が終わる。もうすぐ。うん、一応ですね、この、横展開ですけど、ね、私たち一般的に、まあ、使ってる表現で言えば、ああ、ただのボックスですね、これね。うん、横展開、ね。ただこのボックスもですね、一応エリオット波動的に言うとですね、まあ、何パターンかあるわけですね。うん、ボックスいいじゃない別にって思いますよね。俺もそう思います、本当に。ね、めんどくさいんでね。うん、ただ、まあ一応私がね、勉強したことをシェアするということで、このボックスの中がですね、ABCDE で終わりです、皆さん。ね、うん、で、終わった後は、まあどっちかに、まあ抜けるわけですね。うん、ね、はい、どっちかに抜けるっていうか、うん、このパターンだと、修正が入るわけですね。うん、修正。だから修正だから、下げていくってことになりますね。うん。5で終わりだから。うん。はい。それともう一つ。うん。このボックスの中の話ですよ。ABC。うん。XABC とかね。うん。まあそういう形があります。今この現状の形を説明すればですね。うん。だからこれまだ続くってことですね。まだ、XABC。うん、そしてまた XABC とかね、まだあるわけですね。うん、例えば、X の ABCDE ってなって、ここをね、三角みたいに作っていくパターンもあります。うん、普通の、まあ、フラットな感じの ABC、ABC で X で延長させます。で、延長した後、ABCDE みたいな、うん、感じで収束していくんですね。三角持ち屋みたいなのを作るんですね。うん、そして、まあ、どっちかに抜けるってことですね。うん、だけど、この場合だと、まあ、5で終わりなので、ね、下に行くってことになります、ね。最初に説明したのはですね、まあ、上に行く、うん、パターンです。で、今説明しているのは、下に行く、うん、パターンになりますね。うん、どちらも可能性あります。ね、はい。ということで、ビットコイン終わりになります。はい。あ、一応ですね、これね、12345の場合のルールがありますね、これね、ルール。うん、1よりも、うん、3の方が、時間をかけるってことですね、時間を。うん、ね、長いっていうのもそうなんですけど、長いよりも時間をかけるってことですね。はい。それとですね、あとこの4の、加工、うん、これね、4。は、この4の終点ですね。うん、始点から終点。まあ、今回、ここになりは、なりますけど。それは、1を割り込まないってことです。必ず。うん。それがルールですね。はい。じゃあ、以上になります。はい、続いて XDC 行きましょう。XDC なんかバカにしてるからね、いきなりね。うん、0.05 ドルですね、今ね。はい。ちょうどね、ここかな、うん、この斜めのライン、うん、で頭、つけて、ね、
まあ、下がって、この高値を抜けてるから、ね、そこで今反発してるっていうようなね、うん、非常に分かりやすい値動きになってると思いますが、今回ですね、ちょっとこれもね、せっかくなんで、カウントつけていきましょう、皆さん。ね。そうすれば、新しい気づきもあるし、分かりやすく、先の値動きが予測できる、うん、ようになるかもしれませんね。うん、ということで、まぁ、ちょっとここら辺のね、値動きを、過去作ってきたやつはね、一回ちょっと消しましょう。ね。うん。これもね、これも。うん。はい。まぁ、こんな感じでいいかな。はい。まあ、これもちょっと消そっか。ね。うん。はいはい。まあ、ここら辺まででいいかな。うん。突き足から見ていこう。ね。はい、突き足にカウントつけていきますね。うん。突き足は、まあ、これで見るチャートによってね、カウントがちょっと異なるかもしれませんよね。うん。ね。だから XDC の初めの、ね、例えば、最初修正から入るのかね、上昇から入るのか、推進波から入るのか、うん、まあ、なんだろう、うん、その取引所のチャートによって変わってきますよね。うん、ね、ただ、ビットフィネックスのチャートずっと使ってきてるので、こっからね、カウントを振っていきましょう。そうすると、1、2、3がですね、1、2、3、4、5ね。うん突き足ですよ、これ。ね。うん。はい。ここ1だね。あ、ゼロになっちゃった。うん。1、2、3。そして4は1の、上限を下回らない。うん。合ってるね。ルール通りだ。ね。C。まあ、ここでいこうか。ね。うん。突き足で、こういうカウントが、綺麗に、つくと思います。うん。だから、これは多分ね、合ってるんじゃないかなって思いますね。うん。1、2、3、4、そうだね。5。うん。で、まあ、これをね、週足などにしとくと、日足とかにね、しとくと、まあ、その、突き足でつけたカウントの間、間で、また小さいね、それをつなぐ波がね、できてるわけですね。ちょっと戻るとね。うん。ね。こういう感じで。こう1で、1つけて、2つけて、うん。で、3。うん。で、1つけた後の修正。ね。A、B、C だね、ここで。うん、ここ A、B、C ね。で、次1、2、3ね、3波目、うん、3波目作って、3波目の途中で A、B、C、 A、B、 C、うん、で、いいか。ね、A、B、C。ちょっと違うね。A、B、C じゃないね、これね。うん。A、B、C、D、E、F、G だな、これね。うん。までいってると思います。ね、G で、これ3波、多分延長に入ってんだね、きっとね。うん。で、ここで3、まあ終わりですね。3。うん、そして4の下げ、4の下げね、4の下げ、これ A、B、C、D、E、F、G かな、うん、おそらくね、うん、そして、5だね、5、うん、5をつけて、A、B、C、D、E、
ABC わ からんなこれ。ABC どうだ、どうカウントすればいい、ちょっと飛ばそう、時間かかるね皆さん ね、はい。で、ここがですね、このバブルね、崩してきたところは、これが、なんだ、ちょっとまた作っときますね。作っとくんだけど、おそらくですね、これが、まあちょっと途中までなんですが、ちょっとダメだな、わからんな、まだ途中で、中途半端になっちゃう、みんな、ね。これ修正 ABC だとすればね、今ここ123が起きてるか、123と続くというような値動きが考えられるんですが、突き足で見るとね、今見てきた通りなんですけどね、これ、5でしょ、5からバブル崩して修正が入ってね、修正、なんだこれ。B だね、ここね。B、ちょっとこれ使おう。A、B、次 C だね。C。これどこで終わるかわかんないけど C。ね。っていうね、動きが一つのパターンでは、考えられるかなとは思いますね。A、B、C。だから C 作ってからバーって上がっていくっていうことだね。一応、突き足ですけどね。突き足。だからこの B が、この上昇がだね、これフィボナッチ当てると何歩か分かるんだよな、どうやって当てればいいっけ、ちょっと忘れちゃったな、ちょっとそれまた作っときますね。その C のね、下げる、なんていうの、場所によって、ABCDE とか、ABC で終わるのか ABCDE まで続くのかとか、そういうのはちょっとわかるんですけど、ちょっと今まだね、わかんないですね。この場ではね。ちょっと一回もう一回確認してからじゃないと適当になっちゃうから。ね。皆さん。ということで、XDC ですが、今ね、強い上昇を作ってますね。で、この上昇が修正の B に入ってくると思うんですね。月足で見るとね。だから、修正の B の場合はどうだっけな。この高値を超えるときもあるんだよな。確かな。いや、超えないかな。ちょっと忘れちゃったな。どっちだっけな。ちょっと確認しときます、それも。ね。まあ、だけど、いいところまで上がってるじゃないですか。ね。まあ、この B がさ、ここまで行ったとして、行ったとして、例えばね、次 C の下げですよね、を作ってくると思うので、まあ、どちらにしてもですね、この上昇がどっかで、まあ、一回頭打ちになって C を作った後に再び上昇するっていうような、考えの方が妥当なのかなって思います。このまま上がっていくっていうよりもね、っていうふうに見えますよね、自分的にはね。ということで、XDC 非常に楽しみですね。この強いよね、上げ方がね。前回直近上げたさ、SBI だっけ？上場した時の、上昇？は、一過性だけどさ、これか、ね、これだけど。ね、今回の違うよね。全然ね。上がり方がね。これもどっかに上場したのかな？そんなことない？そういうのはわからないけど、俺は。ね、とにかく前回の上昇よりも全然いいってことです、ね、皆さん、ね、0.05円ですね、これは期待できるよ、これ、本当に、ね、だってさ、この上がりだしたらさ、ね、とことん上まで行こうってするからね、これね、本当に、
こんなところからさね、下ひねつけてさ上がってんだから、これやばいよこの開発力は。ね、これ過去もあってね、ほら高校でもね、こんな長いのつける、ね、買われてさバーって上がってっちゃうね、上がっていくところまで上がってっちゃうっていう、とりあえず上がりだしたらもう、てっぺんまで行きますよみたいな感じで上がってくるね、いつもね、で目立つところでこう止まるみたいな、ね、感じですよね、いつも、ね、だからこっから横展開して、まあ、こう下げるのか、ね、もう一個上に行ってから横展開して下げてくるのか C を作るのか、まあどっちかだと思いますけどね、 B の後は C だからね、はい、ということで、まあ何も問題ないですね XDC ね、はい、っていうことは思います。ビットコインがさ、今横展開じゃないですか、ね、だからアルトコインは上がるものはさ、こういう時に上がっとかないとっていうね、上げれないものはもうクズだよねっていうふうに思います、逆にね、はい、というふうなことで、以上で終わりにしたいと思います。あ、XRP、ちょっと今日の、ちょっと見ようか、XRP ね。はい。はい、続いて XRP 見ましょう。ちょっと時間がないな、みんな。ね。ちょっと今日長くなっちゃってるから。ちょっと簡単に行きましょう。ね。2回目今ここつけてるね。ね。つけて、今下げてると。いうことで、これもちょっとカウントつけたいよな。ね、XDC ちょっと作ったらカウントつけようかな。ね。はい。どうなるかわかりません。ね。XRP、今、また SEC がさ、なんか、裁判が納得いかねえっつって、結果が。ね。裁判所が間違えたぐらいのこと言ってるから、もう一回ね、また裁判始まるかもしれないね。控訴犯。ね。なんかネットの中で見ると、なんかもう、控訴の申請、したような、情報は出てますけどね。の割には下げてないからさ、どうなんだろう。まだあれだかな。まだやっぱ、しっかりとは、決まってないのかな。どうかはちょっとわかりませんけどね。はい。またね、自分的にはですよ。ね、自分的には。まだこっからこう上行ってさ、ね、この上昇がなんか続くっては思えないんだよな。自分的にはね。ね、やっぱこう、下げてくるっていうのね、ように思うんだけどね。まあちょっとどこまで下げるかわかりませんけど。ね、まあとにかく一度下げてからとにかく上がれないんじゃないかとは思うんだけどね。だけどいい形してるよね。この下の方も。ね。はい、ちょっと次回詳しくちょっとやりましょう。されてね。はい。以上で終わります。はい、それではニュースいきましょう。XRP、リップルとね、SEC の控訴の可能性をね、したということで、やっぱりね、ゲリー・ゲンスラーはね、一部は納得してるけど、一部はね、なんか納得できねえみたいなこと書いてありますね、ここにはね。ただ本当に控訴犯が始まるとしたら、ただ時間、今年中にはね、今年終わりのあたりで、12月あたりからスタートするんじゃないのみたいなこと書いてありましたね。他の、メディアにはね。どうなるかちょっとわかりませんけど。ね。しつこいね、これもね。本当に。ね、今日までの間に、どこだっけな、クラーケンとかコインベースが再上場してるっていうのは、あるけど、まあそういう流れは別に続いてもおかしくないですよね。っていうことは思うんですけどね。このコースがね、もし、決まったとしてもね。またコインベースがXRP をね、扱うのやめるとかはやっぱ言わないでしょ、さすがに。って思うんだけどね、他の取引所もね、再上場したところの話ですけどね。はい、ということでね、今回ですけど、まあここまでにしましょう。皆さんね、ちょっと長く経っちゃいましたけど、ちょっと株価の方ですけどね、間違いなく来ると思いますよ皆さん。俺はそういうふうに今見てるね。今日までの間、相場、触って、まあ、なんていうのかな、日を追うごとに、これは来るな、これは来るな、っていうことを、なんか強くなっていってるね。その、
見立てがね、うん、だからまあ宣言通りですね、最高の会話が来ると、いうのも変わらないし、9月の6日までに、暴落しますっていうことも変わらないです、皆さん、ね、ちょっと干渉続けるので、直前の動画はね引き続き上げれるようにちょっとしておきますね。はい、ということで皆さんはそうですね、まあ自分も勇気そう思うんだよっていう方は、うん、もちろんね、そこに向けて準備してくださいって思いますね、うん、いやそんなの起きねえって思う方は、うん、そういう方向で計画立ててください。まあ要するに、うん、まあ自分が言ってることがね、うん、外れたんだったら、うん、逆になんかチャンスを逃すっていうね、うん、ふうな戦略になってる場合は、そう、うん、そのままの方がいいと思いますしね。うん、まあ、ただ自分は、まあ、自分の分析通りっていうことです。今のところね。うん。また変更があるようだったら、お知らせしますけど、おそらく変更はないですね。うん。このまま行くと思います。はい。ということで、まあ、何か変更があれば、動画がすぐ上げますね。はい。ということで、今日は、ここまでにしたいと思います。ありがとうございました。今後もよろしくお願いします。失礼します。